第21装甲旅団、リッペラントは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。現在は、第1装甲師団霊下にあり、旅団司令部をアウグストドルフに置き、旅団霊下部隊の大半は、アウグストドルフに駐屯している。介入戦力の一部として、第21装甲旅団霊下の全部隊は、ドイツ陸軍の出動任務区分に基づく訓練を受けている。 第一走行師団霊下として旅団は多国籍の枠内での平和維持活動に参加している。旅団は平和維持活動任務に必要な諸条件を確立し、師団の安定化戦力任務にも対応している。第一走行師団の一部として旅団は北大西洋条約機構の即応部隊や欧州連合の戦闘軍のドイツ分担に組み込まれる。同時に旅団は 古典的な国防任務も遂行している。旅団は同盟国と地域の防衛任務のために必要な諸兵科連合作戦を実施すべく全部隊がその訓練を実施している。旅団編成は2007年12月17日に第200総合公兵中隊が統合され以下のような編成となっている。1957年8月15日、運河にて、 C3 装甲戦闘軍が編成され、第3装甲手段冷化に置かれる。当初の冷化部隊は、第212装甲敵弾兵大隊と、第215装甲砲兵大隊であった。今日まで両大隊は、旅団冷化部隊のままである。陸軍第2次編成における、装甲戦闘軍の冷化部隊は、以下の通りであった。1959年、戦闘軍は、 アウグストドルフにて編成完結する。1959年3月16日に戦闘軍は第21装甲旅団に改編され、運ナの第7装甲手段冷化に置かれた。1959年は旅団の編成完結が優先事項とされた。陸軍第2次編成での旅団冷化部隊は以下の通りであった。 旅団は1971年から1972年にかけて6ヶ月間の部隊実験のために旅団標準を規定するため第210規定大隊を集約編成した。1978年には第102戦車教育中体操重シミュレーターが編成、設置され同年に旅団励化となる。偵察部隊は陸軍編成に基づき旅団司令部中隊から 再度独立し、第210装甲偵察小隊となる。さらに、第210整備中隊と、第210補給中隊が、アウグストドルフにて編成される。陸軍第4次編成により、旅団は1980年11月に、第211戦車大隊を、アウグストドルフにて編成し増強される。平時にあっては、大隊の戦闘中隊は、 第213戦車大隊及び第214戦車大隊が優先して訓練を受けた。1979年に第210装甲偵察小隊は再度旅団司令部中大励下となるも、1982年に第7装甲偵察大隊励下に配点された。1988年6月に旅団は称号リッペラントを与えられる。 2006年6月22日からは、立ペ軍が、公園自治体となる。1992年9月30日、第211戦車大隊と第213戦車大隊が解体される。同じ1992年に、旅団は、第33戦車大隊と第32総行的弾兵大隊を例下として、編入する。 1992年11月16日に第210装甲偵察中隊は第210偵察中隊に改編され1993年4月1日に編成完結する。同中隊は平時において第7装甲偵察大隊の霊下に置かれていた。さらに1993年に 解体された第75野戦予備大隊から各1個野戦予備中隊を各戦闘大隊に編入させる。さらに第210野戦予備中隊が編成される。独立中隊であった第210整備中隊と第210補給中隊はそれぞれ第7整備大隊と第7補給大隊に配点される。陸軍第5次編成で第21総行旅団は 危機多様戦力と主要防衛戦力に分類され、以下のようになっていた。1996年に第32装甲的弾兵大隊と第210駆逐戦車中隊が解体され、第33戦車大隊はヒルデスハイムの第1装甲旅団に配点される。2002年の旅団霊化部隊は以下の通りであった。2002年に連続していた第214、 戦車大隊が解体する。2006年にウんの第7整備大隊が旅団霊下に編入される。デュッセルドルフの第7装甲師団の解体により旅団はハノーファーの第1装甲師団霊下に配点された。また、旅団霊下に2006年にゾントラの第210偵察中隊及びホルツミンデンの第1装甲工兵大隊は、 第100走行公大隊に改変される。2006年末に第192装甲的弾兵大隊が解体し、2007年には第203戦車大隊がアウグストドルフに移駐する。2007年12月17日に第200甲行兵中隊が旅団霊下に編入され、これらの部隊はアウグストドルフに移駐する。 第51広報支援大隊の一部と第7整備、大隊は2007年から2008年にかけて合併され第7広報支援大隊に改編された。旅団長には、通常、陸軍巡将が着任するが一時的措置として、陸軍大佐が着任し、在任中に、召喚にへ昇進させて整合性を保つ措置が一般的となっている。ありがとうございます。